うわ、犬に噛まれた。おたまの角が取れちゃったよ。コーヒー？そうよ、美味しいわよ。おお、大人っぽい。コーヒーと泥ってどう違うの？何もかも違うんだけど。そうよ、美味しいわよ。おお、大人っぽい。もしもお姉様、以下のことを禁ず。1、キッチンへの立ち入り。2、柿の取り扱い。3、落とし物の収集。4、先祖代々伝わる、呪われしアイテムの持ち込み。以上。事務所の中が油でいっぱいになってしまった。ヨガみんなに手料理を振る舞うとするか。みんなが何かを必死に訴えているが、なんて言ってるか全然わからん。いいだろう。野菜炒めでも作るか。今日熱っぽいんだよな。あ、辛っ。よっよっよっ、このままじゃまずい。よっ、脱出しなきゃ。髪切りを拾ったんだが、誰かの落とし物か。先祖代々伝わる呪われたカメラなんだ。そのカメラのお眼鏡にかなわないと魂を抜かれるぞ。するとそれは先祖代々伝わる呪われた着ぐるみだ。高めないでくれ。